皆さんこんにちは。今日は9月の6日日曜日、リビングライフの時間です。今日のテーマ、主の慈しみの約束、平安と将来と希望。聖書の箇所はエレミア書29章1節から14節です。エレミア書29章1節から14節。預言者エレミアはネブカドネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、すなわち長老で生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、および民全体に、エルサレムから次のような手紙を送った。この手紙は、エコンヤ王、王母、カンガンたち、ユダとエルサレムの首長たち、職人、カジがエルサレムを去った後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカドネザルのもとバビロンへ遣わしたシャファンの子エルアサとヒルキヤの子ゲマルヤの手に託したもので、その言葉は次の通りである。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ。妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ。その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。まことにイスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に予言しているからだ。私は彼らを使わしていない。主の言葉。まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。今日のエレミア書29章の1節から14節の中で、この11節が非常に有名な箇所だと思います。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだ。今日の御言葉の要約をお読みします。
エレミアはバビロンに引かれていった捕囚のために手紙で主の御心を伝えます。民はバビロンに家を建てて住み、そこで増えなければならず、偽預言者にごまかされてはなりません。バビロンに70年が満ちる頃、主は彼らをユダに帰らせます。主の計画は平安を与え、将来と希望を与えるものです。バビロンに捕囚される、イスラエルが偶像礼拝をした結果、北イスラエルの10の部族と南のユダの2つの部族に分断されて、そしてまず北のイスラエルがアッシリアに捕囚され、そしてその後南のユダがバビロンに捕囚される、そのバビロン捕囚についてですね、このエレミアが予言をしたところですけれども、バビロンの捕囚というのは3回に分かれて捕囚されていきました。1回目、2回目、3回目。そして一番有名なバビロンの捕囚と言われるのが、この聖書の箇所にある BC586 年だろうと言われています。ある資料によれば587年と言われますけれども、神殿が崩壊され、そして捕囚される、このことがバビロン捕囚を代表した捕囚と言われるところなんですけれども、この時にエレミアが11節にお話ししたように、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている、主の言葉、神様がこのバビロン捕囚について、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだというふうにエレミアを通して予言を与えました。これはどういうことかというと、この28章あたりに書かれている、ハナネヤがね、2年でこのバビロン捕囚から解放されますよ、そして私たちはもう一度イスラエルに帰るんですよという予言をしました。その予言に対して神様がエレミアを通して神の御心を伝えたのが、この11節に代表される予言です。バビロンに捕囚されるということについては、神様の計画の中にあって、そしてそれはイスラエルにとって災いではないと神様はおっしゃいます。私たちの考えから言うと、いや、イスラエルの民が、イスラエルの国が荒れ果て、そして外国の勢力に滅ぼされて、そして捕囚されていく、その捕囚の地で進むことがなぜ災いではないのかなということを思います。このハナネヤという預言者もそのように言ったわけですね。もう2年で解放されると言ったわけです。でも神様はそうではない。ハナネヤに神様は預言の霊を注いで、そして神の言葉を委ねたのではないとはっきりとおっしゃいます。ハナネヤはバビロンに捕囚されることは、これは耐えられない屈辱であり、またこれは神の御心では絶対ない。私の信じている神はこのような私たちイスラエル、神のために苦難を与えるようなものではないというふうな自分の思いか、あるいはサタンの神に対する反逆の言葉をハナネヤを通して語らせたのではないかなと思うんですけれど、神様はバビロンの70年の生活は災いではないとおっしゃるわけです。その70年の捕囚はあなた方イスラエルに平安を与える計画である、そしてあなた方に将来と希望を与えるものだというふうにはっきりとエレミアを通しておっしゃいました。これはどのようなことかというと、北のイスラエルもまた南のユダも神から離れ、そして偶像礼拝をした結果、アッシリアに捕囚されたりバビロンに捕囚されます。捕囚されるためには原因があるわけですね。だから神様はもう一度このイスラエルの人々に神を礼拝する、また神の言葉を大事にしなければならないということを教えるために捕囚させたということです。私たちのこの人生の中でも、こんなことがどうして起きるのかな、神様を信じているのに、神に従っているのに、どうしてこんなことが起きるのかなということがいっぱい起きてきますね。私も3ヶ月ほど前になりますけれども、私の妻を天に送りました。妻であり、また私の牧師でもあり、また道路者でもあり、そして一緒にこの教会を立て上げてきた、そのような戦友といいますかね、そういう女性でしたけれども、
当時は本当に、なぜこんなことが起きるのかな、癒しを信じて癒しを祈って神様の計画はこんなことがない、必ず蘇って、そして力を受けて預言者が語ってくれたようにもう一度神の働きをするんだということを信じていました。しかしそれはそのようにはならなかった。私にとって、その時は災いのようなものでした。家族にとっても本当に落胆の時でした。しかし時間が過ぎて一つ一つ振り返ってみると、そこに本当に大きな神様の愛を私は知ることができます。そして将来これがどのように私に希望を与えるものか、それはまだ今分かりません。このイスラエルの時もそうですね。70年の捕囚と言われています。70年経った後初めてこのイスラエルたちは将来の希望をはっきりと神の計画によって、ああこれは災いではなかったんだということを知ります。その時はまだ分からないわけですね。神の計画と私たちが思っている願っている思いとは少し違うことがあるなということを、このところからぜひ皆さん知っていただきたいと思います。捕囚されることは何も災いではなかった。この70年の間にバビロンで生活する、その生活はイスラエルにいた時と同等か、またあるいはそれ以上の生活をしていたかも分かりません。バビロンの捕囚を終えてネヘミヤやまたエズラが神殿を再建する時に多くの経済が必要でした。その経済はこのバビロンに捕囚された人々が担ったんです。ですから70年の生活の中でイスラエルの人々は蓄えることができた。そして神殿をもう一度再建するために必要なすべてをこのバビロンの捕囚の地で、バビロンの捕囚の生活の中でこの人たちは蓄えていったということです。ですからこのバビロンで捕囚された70年は振り返ってみたら何も災いではなくて、イスラエルの民に将来と希望を与えるものだったということです。ぜひネヘミヤとエズラ、並行して読んでいただければ、この主の慈しみの約束、平安と将来の希望、これをしっかりと受け止めることができるのではないかなと思います。私たちクリスチャンが何も一つ一つの出来事の中で、これは災いだ、これは何か神様からなぜこの苦しみを私は与えられたのかなというような落胆することではないということです。一つ一つ必ず私たちは平安と、そして将来と希望をしっかりと握りしめた、そういう人生を送ることができるのがクリスチャンです。神に従っていきましょう。今悲しみや苦しみ、また試練の中にある方、それは私たちが神を信じ神に従うなら、私たちに平安を与え将来と希望を与える糧であるということを知ってください。お祈りします。愛する天の父様、あなたは私たち一人一人に災いではなく平安、将来、希望を与える神の働きを私たちに与えておられるということを、しっかりとこの朝も主の御業を、主の計画を知ることができますように、聖霊様どうぞ助け導いてください。今日も一日あなたの言葉に聞き従って歩むことができますようによろしくお願いいたします。イエスキリストの名前を通して感謝をしてお祈りいたします。アーメン。